あ、本日はライブジャーニートゥーザノースへお越しくださいましてありがとうございます。ではトップバッターとしてアベニューから始めたいと思います。1曲目お聴きください。ブルーグラスボーイ、ぜひ最後まで楽しんでいってください。では次の曲は、フィドルのロミーに歌っていただきたいと思います。では行きたいと思います。エンドレスハイウェイ、
でサイウェイという曲でした。私たちのバンドはですね、曲の雰囲気に合わせてボーカルをどんどん3人メインボーカルがいるんですけど、どんどん変えていくスタイルでやっていきたいと思います。でですね、コーラスもですね、一通りのやり方じゃなくて、いろんな人がいろんなところのコーラスを今回歌いたいと思うので、最後まで楽しんでてください。次の曲はインストルメンタルの曲を一曲やりたいと思います。じゃあ行きたいと思います。クリンチマウンテンバックスで。出身でですね、おじいちゃんがリンゴを育てていますので私のおじいちゃんを浮かべながら歌ってみたいと思います。ちょっとこの曲ギターから始まって緊張するんで、ちょっとおじいちゃんを思い浮かべながら、ちょっと安心しながら、和みながらやりたいと思います。
またソーシャルを変えて一人のロビーに歌っていただきたいと思います。自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。この曲はですね、片思いしてる自分の声が叶うようにおまじないを、はい、やろうレモンカマエマイルさん、日本だとヒロっていうとちょっとこう番長さん怪しいとかちょっと怪しいイメージあるんですけど、海外だとですね、水の中に神様がいるっていうふうに信じられてるらしいですね。でですね、日本にはですね、ウィッシングウェルでその願いを叶える井戸っていうのはないんですけれども、東京ディズニーランドの中にだけそのウィッシングウェルっていう願いを叶えてくれる井戸があるらしくてですね、白雪姫のなんかこう周りに白雪姫のオブジェがあるところに井戸があって、そこがなんかディズニーランドではパワースポットだと言われているらしいので、ぜひタコと次に行くときは探してみてください。では行きたいと思います。一心のライブです。
名前も知らない子に一目惚れをしてしまって、僕がいつか君にまた会えた時にすぐ君のことが分かるように綺麗な声で歌ってくれないかって、とても綺麗な曲です。先生ちょっときつく締めすぎました。ここ結構暑くて汗がダラダラ垂れてて、目の前に可愛い子たちがいるのでちょっと惹かれてないか若干心配なんですよね。Thank you.
ただいたとき思ったんですけれども、江ノ島なんでぜひフラットやってみて、しらす食べたいなんかこうパンケーキ食べたりしたい方はぜひ暇だったら寄って、ついでに私たちの歌も聴いてくれたらありがたいなと思っています。10月22日に、虎丸座っていう場所を江ノ島の場所でやるそうなので、ぜひ暇な方はお越しください。で次の曲なんですけれども、まあ、江ノ島に行って広大な海を見ていたらきっと自分がちっぽけな存在に見えると思うんですけれども、次の曲もですね続けられるかな世界の中心、いや世界の頂点にして一人で佇んでいるというちょっと元気な Sitting on top of the world という曲をやりたいと思います。では聴いてください。 Sitting on top of the world。